そう、もうずっとこうなんですけど、入ってもいいんです別に。3分もあれば着きますね。3分ぐらい。はい。まあ、本当は3分じゃ着かないということでね。5分ぐらいかな。まあ、道中も早送りでご紹介したいなと思います。茶師っていうのはね、まあ、アイヌ人の砦とか、まあ、城とか、そんな意味と捉えがちなんですが、決してね、戦いのためだけの場所じゃなく、まあ、アイヌ語で言っても、まあ、ざっと、こう、柵で覆われた、まあ、空間、拠点のことを言うそうでございます。だから、例えば、魚が取れた、それを置いとく倉庫がある場所も茶師やし、祈りを捧げる場所も茶師、もちろん戦いのための場所も茶師ということで名付けられたようでございます。はい。で、この、ノツカマフっていう意味はですね、アイヌ語では岬の上にあるところということで、まあ、まさに、海に突き出た場所にあるんですね。はい、このノツカマフ1号、2号茶師、2つの茶師があるんですけども、国後目無しの戦いの時は首謀者37名を処刑した場所でもありますし、またロシア人が訪れて、日本人と初めて交渉を始めた、その日露貿易の発祥の地でもあるということでございます。もう着きましたんでね、こっちからです。こっちが何号？こっちが1号、2号かな。あの、堀がね、小さい方、未完成な方って言われて。2号だな、こっちがな。はい。はい、ここ、見てこれ。これが堀。堀かーいって、深さ50センチ、幅2メートル。はい、ここ、この突端に立てればね、めっちゃ綺麗。金田城の、まあ、山頂に立つのも一ついいけども、この先端もまあ一つの制覇ポイントかな。うん、ちょっと、傘を畳んだ。よし。よし、着きたよ。久しぶりに来たよ。今のが2号茶師です。で、次が1号茶師。1号茶師は堀幅5メートル、深さ2、3メートルということで立派な堀と、で、手前に映っている空間と奥に映っている空間がこれまた堀で分けられておりまして、2つの空間があります。さらに海に面した断崖絶壁に面していることから、こっちはね、本当に戦いのためにも使えそうな場所となっているんですが、ただ、アイヌの方々、まあ、文字で何かね、こう資料を残すという文化がなかったということで、結局、実際何に使った場所なのかとかいうところは結構謎に包まれているものが多いそうでございます。めちゃくちゃ綺麗なんですがね、今日は、この日は雨、風がね、強くて、はい、なかなか、大変な撮影となりました。また、皆様が映らないようにというね、配慮もあって、ちょっと、見にくい画像と映像となっております。はい、まあ、またリベンジに行きたいと思っております。はい、今度、怨念元茶師です。で、こっちじゃなくて、こっちなんだ。はい、はい、こっちこっちこっちはこっちは自由、こっちこっちです、こっち。はい、じゃあ次はね、怨念元茶師です。野サップ岬のすぐ横にあるということで、来やすい場所なんですが、ただね、一本道が、港の方に入り込んでることから、場所は見つけにくいです。で、また、その、実際に茶師に行くこの道中、今映している道中も、ちょっとややこしいので、まあ、しっかりこの動画で覚えてから行った方が、迷わずに済むかなと思います。観測所。観測所、野鳥観察者、ここで野鳥を観察するみたいなね。あ、綺麗な看板なんでね、怨念元茶師。はい、やっぱそうだね、縦穴があって、で、ここら辺がその鏡みたいな、お供え持ちね。はい、ということで、はい、野鳥観測所の横を過ぎて、この右側の野原、ここに縦穴住居の跡が見つかっているということで、現在は確認できないんですけども、この縦穴住居、
オホーツク時代、まあ、古くは3世紀頃から使われてたということで、そうなるとこのオンネモト茶師も相当古い遺構になるんじゃないかというふうにね、言われている場所でございます。で、こちら、お供え持ちの形のようだという盛り上がり、こちらが、オンネモト茶師の、まあ、茶師たる場所ということになっております。この盛り上がりと合わせて、港に突き出たね、先端、突端部分がね、見えるんですが、あ、見えてきましたね。堀でね、分けられた感じで、先端部分も合わせて、まあ、このオンネモト茶師というそうでございます。オンネモトというのはアイヌ語で、大きな湾を表すということで、まあ、まさに見えてるこの景色、ね、がそんな感じなんでしょうか。横の港から見ると、お供え持ちの形が綺麗に見えるということで、この後横の港に向かいます。ちょっと前までね、ほら、ここに道のなんか跡あるでしょ。ここから登ってたの。で、降りるときにズリーって滑るの。ズリーって。この形スタンプをした方は見たことあるかもしれない。この辺から撮ってるから、うん、ほらこりゃこれやろうさ。オンネモト茶師でした。さよなら。